事件です。食欲が止まらなくて、でも体重が、はあ、え、待って、すでやばいんだけど、これえ 48.4 キロ、やばいです。ダイエットします。おはようございます。はい、ダイエットを始めて1日目が始まりました。なんかいつもダイエットしてるなって思ってますね。で、今が11時なんですけど、私は今から撮影なので、その間お腹空きそうなので一回プロテインを飲みたいと思います。今日は富士見のプロテインにします。最近なんかマジで味しないから、イージーファイバーをプロテインの中に入れてるんだけど、食物繊維とタンパク質ですね。これで朝とか昼ごを液体にして、バイバイ。今回のダイエットは3日なんで、あんまり優しくないと思います。多分お腹は空くし辛いけど、私は3日後に大事な大事な撮影があるので、全力ダイエッターとして頑張りたいと思います。食べる量少ないとか密着の時言われたんですけど、16時間ダイエット本当に若返るし、空腹10時間目から脂肪が燃焼されて、16時間とかに内臓とか一回リセットされて生まれ変わるから、その若返るらしいんです。マジでプロテインのおかげでスタバに行かなくて済みます。今日の朝昼ご飯はこれです。朝昼はスムージーとかにして、夜サラダとかにするようにしてます。ダイエット頑張りましょう。こんにちは。今が夕方の4時半なんですけど、撮影でまたバナナジュース頼んで飲みました。飲み物なんで OK ということで、今日の夜はサラダの予定で頑張ります。はい、お家に帰ってきました。ダイエット1日目ということで、手料理を入れたいと思います。イエーイ。長芋好きなんですよ、個人的に。すごく最近生ハムあんまり体に良くないんですけど、やっぱサラダをドレッシングでそのまま食べる時が難しい時あるんですよ、私。これはもうご褒美ですね。大粒納豆、これ大好き。とアボカド。最近ハマってるのがサラダにカツオを混ぜることです。こちらを使って今日は作りながら、ちょっと雑談ちょっと1日目出ししたいと思います。クッキングスタート。私これマジでオクラめっちゃ好き で、オクラちょっとね、茹でるのめんどくさいんで、最近冷凍のものを買ってます。で、まずは白滝を茹でます。これ前にも多分紹介したと思うんですけど、白滝とか納豆とかを混ぜたそうめんみたいなの作ります。まずサラダを盛り付けます。3分の1ぐらい、明日も食べれるんで入れて、はい、ここにきゅうり1本、きゅうりを切ります。そう、私が太った理由言ってなかった。沖縄コレクションもあって、北海道も行って、でも北海道でも炭水化物はあんまり食べないようにしてたのよ、意識高めにやってたんですけど、なんかその後に友達とご飯に行ったり、そう、なんか酔って暴食することがなんかめっちゃ多かったの。案の定ですね、体重が増えてしまっていて、で、今2キロぐらい増えるじゃん。で、2キロ増えた時にいかにすぐに早く気づいて戻せるかだと思う。カツオは2個入れました。アボカドは半分ぐらいにしよう。なんかアボカドってね、意外とカロリー高いよね。でも私本当に食べないダイエットをやめたので、量をめちゃくちゃ減らしたりとか、前みたいに絶食みたいなことをしなくなったので、今までよりはリバウンドめっちゃしたみたいな感じではない。サラダが完成しました。じゃん。アボカド、カツオ、トマト、キュウリを自分で入れました。ドレッシングがね、MCT ドレッシング使います。体脂肪とか減らしてくれるらしいので、で、しかもこれ美味しいんで結構好きなんです。で、オクラをレンチンしまーす。で、サラダ食べていい？もうお腹空きすぎてやばい。いただきまーす。
一日一食にすると本当にご飯が美味しく感じる。白滝くっさ。なんかね、タレは使わないです。納豆のタレで結構混ぜると味が染みるので。そしたら卵を黄身だけ入れます。で、結構さ、これ YouTube だけでしょこの生活って思うじゃないですか。ちゃんと最近はマジでこうやって自炊して、あのダイエット飯を作ってます。ちゃんと韓国海苔って入れたら美味しいかな。こちらがサラダです。カツオとアボカドとトマトとキュウリ、そしてこちらがパパって作っちゃったんですけど、白滝のそうめん、冷麺、韓国風冷麺みたいなやつにしました。ヘルシー1日目いただきます。それではいただきます。サラダですね。さっきつまみ食いしちゃったんですけどね、カツオね、カツオとサラダがめっちゃ合うの。好き。白滝の冷麺ですね。これもさ、いいものしか入ってないよね。結構これもごちゃ混ぜにして食べた方が美味しいです。しかもね、白滝ってさ9キロカロリーとかしかないの。やばいよね。あー、罪悪感がないわ本当に。いただきます。うん、うますぎる。デトックスですね、完全に。寝る前4時間まで食べなかったら最高です。明日体重減ってます。うん、はい、ということで1日目はこんな感じでした。はい、本日2日目の夕方の3時半ぐらいですね。富士見のプロテインのミルクティー味でイージーファイバーも入れました。今日お休みでめちゃくちゃ寝てて12時間ぐらい寝てたんで、サウナか半身浴どっちかする前にプロテインです。はい、2日目の夜は神田くんと一緒に餃子食べてます。餃子は多分4つぐらいしか食べないです。すごいチクキュー。いただきます。これダイエットにすごいいいですね。すいません。どうですか？餃子勇気痩せましたね。はい、彼女も集中です。080までお願いします。お願いします。お待ちしてます。はい、3日目、本日はカラコン撮影なんですけど、ファミマのゴロッとタケノコ味噌汁みたいなやつを10時ぐらいですね、いただきます。今12時ぐらいなんですけど、私が一番大好きなおにぎりです。ダイエットしてても撮影中とかは結構米を食べます。もはい、今4時ぐらいなんですけど、お腹が空いたのでゆで卵を食べます。これがラストの撮影です。頑張ります。限界ダイエッターはおにぎりは2個食べません。はい、ダイエット3日目ということで、私のいつも行ってるエステに来ました。銀座の27コスメっていうエステなんですけど、こちらは免疫力を高めるの、抗酸化作用とか、はい、あの肝機能とかにもすごく、肝臓、ね、肝臓にですか、肝臓にお酒飲む前とか、はい、飲むのはすごくおすすめです。セーブで。いただきます。乾杯。はい、今から足のキャピテーションとマッサージ。で、私ずっと足冷え性なんですけど、ここのエステ3ヶ月ぶりでめちゃくちゃ楽しみにしてました。私が唯一通ってるエステです。本当に。なんかいつもだったら骨盤矯正のやつだったりとか EMS をやってるんですけど、 EMS もなんかいろんなエステ見たんですけど、筋肉痛ガチガチになったのもここ初めてだったんですよ。結構きついですよね。効果があるところしか私もエステとか通わないので、ここはすごくお気に入りのところです。今日ダイエット3日最終日なんですけど、
最後にエステでガンガンに流して体重落としていきます。お願いします。お願いします。お願いします。はい、3日間ダイエット、私はサウナに行って体重を1キロぐらい落としたいと思います。私が来てるのはレディアンスパっていうサウナ、いつも行ってるところなんですけど、水着の貸し出しとかサウナハットの貸し出しもあって、ほんと手ぶらで行けるとこで、麻布十番に個室があって、恵比寿に多分1回3000円ぐらいのあるんで、皆さんぜひ行ってみてください。汗かいて体重落とします。乾杯。はい、それでは私の3日間ダイエット終わりましたということで、今日は、4日目の、お昼ぐらいなんですけど、体重を測っていきたいと思います。私が今回意識したことは、まあ、1日目の食事のダイエット、まあ、結構お家で作ってるやつなので、皆さん外食ね、行く頻度が多い方とかは外食は食べてもいいけど、お家ではこういう質素な美味しいものを作ったりとか、もう本当に食べ過ぎて太ることが多いので、食事の量を気をつけたりとか、ゆで卵とかプロテインとか食事密着とかで結構食べてるものを3日間全力で頑張る、あとエステ、サウナ、半身浴を頑張ったりとか、汗を流してむくみを取ったりとかをとにかく気をつけてます。ドキドキの体重測定行ってきたいと思います。3日間で私の体重がどれで変わってるでしょうか。目標45キロ台になれば結構通常なんですよね。行ってきます。45.3キロ来ました。皆さんやってやりました。イエーイ。3日間でマイナス、ほぼまあ3キロぐらい、わかんないけどでした。イエーイ。皆さん暴食しても3日間で戻せます。大丈夫です。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。